ヤッホーみんな、やば、ヤッホーヤッホー、ヤッホーヤッホー、やば、めっちゃなんか体終わってる。なんか最近めちゃくちゃ使ってるよ俺、なんでかわからないけど、今日はさ早くて寝て起きた後なんかベッドから出れないマジで。何か食べた？いや、今日はまだ食べてない。今日はさ、食べてんだよ。いい天気だなぁ、マジで。どこだっけ、ハーマーヘッドってこと、ハーマーヘッド場所みたいな、横浜のハーマーヘッド。暑そう。いや別に寒いと思う、ちょっと寒いと思う、暑くない。ね、それそういえばみんな、あの俺ってさ、あの電話するのは出てきた、できるになできるできできるできくなったできくなったできくなったでき、はたっぱできるようになった。うざ、それめんどくさいな、なんでそんな長いの。できるようになったぜ。だからなら、なんかどっかに行きたいなら、行く前に電話して、あ、すいません、ようやくだよね、ようやく必要ですか、そして配信いいですかってみたいな感じ。ご飯食べ、いや、そうだよね、この場所ってさ家族いっぱいいる、いいなぁ。なんかみんなさん、なんかなんかテントみたいな場所だよね、テントみたいな場所、ピクニック、そう。いや俺らもピクニックしようか、みんな、え？俺らもピクニックしようか、じゃあ、うわ、ちょっと待って、やばい。じゃあ、なんか買おう。何買おうかな。するなら、いやマジで最近の調子めっちゃ悪い。一昨日からさ、なんか悪くなった、どうした、わかんない、酒のせいかもしれない。いや本当に酒はもうやめます、やめるわ。フェリスウェル、さ、フェリスウィールは配信はダメ。昔、最初の日本に行った時、行ったことあるんだけど、そのアミューズメントの中に配信はダメだった。ピクニック？どうする？どこで、なんかコンビニとか少なくね？
こら辺、お、やばい、あそこら辺はなんかある、ちょっと待ってね、なんかここら辺のなんかね、まあ、多分海の近くだから、いや全然夏来ない、みんな、まあ、多分ここからちょっと遠離れたら絶対暑くなる。うわーやばい、うわー、うわー、いやマジで今日はさ10時間ぐらい寝てたのにまだ疲れたよ。どういうこと？おい、なんだろう、多分いい焼肉食べたら治るかもしれない。そういえばみんな、バス乗る前に俺の左はお母さんとか子供がいる、なんか変なやつそのお母さんに声かけて、なんかずーっとバスの話してた。マジで、いや、なんかなんていうのあいつ、なんかね、品川って、全然なんかずっとマジで、お母さんは子供に木やりして、なんか壁に、いやマジで怖怖、あいつ、みんなも、え、これってさ無料なの、こういう、やばすぎじゃない、グリルのは無料って、すごっ、海外ならさ自分のグリル持ってきてるだけ、バーベキューのやつ、そう、いやマジでさ昔行ったことあるけど全然こういう狙い場所だったの覚えてない。え、やばくね、楽天カップ、楽天カップ大丈夫だよ、間に合う、横浜は川崎まで、横浜から川崎までは近いから全然容易だと思う。 K アリーナ向かってる、いや K アリーナなんもないよ、アリーナしかない、行く理由がねえよ K アリーナ。さっきバスから見てたんだけど、うわ、これだよね、この中に配信はダメだから乗れない、それ、そもそも一人で乗るのいい、なんか配信はダメなら一人で乗るのは意味がないよ。いやなんか今日はなんかイベントあれゴンドラさ、ゴンドラなら多分乗れるかもしれない、一旦見てみようか、ちょっと待ってね、まずは何か食べましょう、やばい、本当にいや腹減った、ここら辺の食べ物なんかあるかな、
腹減った。いいね。いや、行きたいな。戻りたいな。おい、奥さん早く戻れ。日本学校やめとけ。暑くない、暑くない。まあ、多分後でもっと暑くなるんだけど、暑くなる なるかもしれないけど、今は全然大丈夫。チャイナタウン行かないの？わかんない。時間はちょっとわかんない、わかんない。時間があれば行くけど、まずなんか今なんかイベントあるよ。横浜レッドブリックの。今は食べ物探す。食べ物探す。なんかあるかな、食べ物。何があるの？ラーメン。いや、ラーメンもう今飽きてる。ラーメン、ラーメン食べすぎて飽きた。今焼肉食べたい。レストラントあんまないな。ちょっとしゃぶ横浜、しゃぶしゃぶ、人がちょっと多いな。でも意外とあまりそんな多くない。これ無理よ、みんな無理よ。なんかない。いいね。多分 V ラグの方がいいと思う、こっち。よし、渡る。食べ物を どこで買うの、マジで。いや、あんまないじゃん、みんな。ここら辺ってさ、コンビニ少ないな。横。大変早い。タンカツ豊間 near 浅草 station is so good。 横浜にいます。横浜にいます。すいません、浅草はちょっと。フィリピンの方が近いよ、横浜から。車、いや本当に なんか食べ物、なんか、みんななんか食べたいな。カップヌードルズミュージアムある。あ、してる。カップミュージアム、カップヌードルのミュージアムしてるんだけど、行かないよ、行かない。お、この建物の中なんかあるかもしれないけど、何？しゃぶしゃぶ。
アンパンマンアンパンマンミュージアムでもちょっと遠い、みんなちょっと遠いです。今ねちょっとねここにいます。マジで電気やばい、いいね、神すぎ天気。どこやねん。まああそこら辺はレッドブリックハウスだよね。あそこら辺はレッドブリックウェアハウスですから、ちょっとそこまで歩いてきます。なんでもかんでもみんなおさらばするよりするよ、どろっこで伝ってあんなに演奏はないとこんなの正直レッドブリックハウス。ここら辺なんかイベントあるっぽい。あそこら辺なんかイベントあると思う、と思うんですが、そのイベント行くべ。うわ、階段か。階段は行かないです、すまん行かないです。階段しか渡れないの。やめろ。あ、よしよし、階段じゃない場所。あそこら辺はなんかGather Eating House。 お、なんかいやマジでさ、横浜でさカナダを感じてる、いやマジで雰囲気がちょっと似てる。うん、マジで似てる。ステーキか、こっち。いや、ステーキはちょっとね、ちょっと。カナダこんな感じだ。そうだよ。カナダは何もないし、コンビニは少ないし、海が近いし、なんか、広いかな？サムエ、ちょっと暑くなってきた。いや、このパーカーちょっと。ちょっとね。これはちょっと待って、ここはレッドブリックハウスですか？違う？どこだろう？あ、あそこだ。あ、かわいいこれ。いいね。ガーデンネックレス横浜。
こいつの名前は？いってらっしゃいって言ってる。知らねえ。知らん。無名か。ちょっと、うん。いいね、こっち。やばい。おお。おお。マジでいい、いい天気、いい天気だ。さ、ウェアハウスってさ、入れるんですか？なんか、あそこら辺、誰かいるって見えてるんだけど、誰か見えてるんだけど、入れる？え、入れるのか。無料？無料ではなさそう。え、無料？え、無料か。じゃあ、聞いてみる。すみません。配信大丈夫ですか？よし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 。え、綺麗な、こっち。わお。あ、イベント来た。ちょっと写真撮りたい。あっつ、ちょっと待って、あっつ、ちょっと暑い、すみません、ちょっと。あの車、え、レーシングカーじゃんそれ。ちょっと待ってね。うわ行こうか。え、ちょっとさ、ミスだ。フグがちょっとミス。いや、いい匂い、やばいやばい、お腹減った。お腹減った。
屋台屋台、そうだよ、いっぱい食べましょう。俺まだ食べてないからね今日。なんか聞こえてる。そう。長。ライン長。え？Yo hablo, esto, yo hablo, no, yo hablo, no hablo español. No, yo estudio español por año, pero basura ya está. なんか人多くね？えぐ。やばいやばい、ちょっと待って、長ライン。 What the fuck。 こんな、じゃあ何食べましょう。何食べましょう。これか、これかな。いくら？800円。800円のやつで行こうか。まず座る場所なさそう。ありがとうございます。見てこれみんな、ここからはトン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 。え？長。いやでもこれ、こういう長いのはしかない。こういうだけ。飲み物はビールだけじゃん。ビールだけ飲めます。今日はクソ暑い。これクソ暑いの？いやマジでそんな暑くない。いやビール飲みたくないよ普通に。おとといからさ、おとといからのお酒のせいでめちゃくちゃ悪いよ俺の最近の調子。ちょっと暑いやばい暑い。ちょっと待って、800円。ビール、あ、ビールか。14時まで。じゃあギリギリじゃん。今日は暑いよ。みんなすごい楽しい。この時間ってビルは普通ですか？
カードあるのかな。カードはないならまあちょっと面倒くさいんだけど。現金、現金、現金。やばい、暑い今日。おーい、くそ暑いよ。アカシオンリらしいっすね。らしいらしい。たぶん、なんかね、たぶん、こういうみたいなイベントね。お選びお願いします。ありがとうございます。こういうイベントね。あの、たぶん、はい。たぶん、なんか日本人にとって、あんまないかな。なんか逆だね。なんか外国人は、日本の店とか食べ物とか、めっちゃ気になるんだけど、これは逆みたいな感じ。だから日本人はなんか、わあ知りたいな、わあ食べたい、食べたいなみたいな感じ。だから人が多い。そういうことかも知らない。珍しいってこと。いや本当に良かったっす。俺もこういう珍しいイベントは行けるって。でも問題がちょっと出てきました。ビールしか飲めないかも。すいません、ユリさんですか。あ、そうです、すげーファンで、はい、あ、ゆうかのライブとか見つ、あの、あ、あれ、あぜます、スイッチとか、すいません、あの、これ写真撮ってもらっていいですか。あ、大丈夫、大丈夫です。はい、すいません、大丈夫ですか。あ、すいません、すいません、じゃあ、応援します。ありがとうございます。カラオケ配信面白かったです。よかったっす、ありがとうございます。歌めっちゃうまい。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いや、あの、なんか、トツじゃないよ、マジで。トツじゃない、トツじゃない。普通にたまたまあった。いや、今目の前にいるよ。たまたまあったよ。お前らひどいな。おい、優しかったよ。いや、みんなマジで俺と会ったら配信し、俺と配信し、俺を配信しながら見たら、会ったらコメント見ない方がいい。会った人絶対こいつらひどいよ。 お前らね、お前らのことだよね。たまたま会ったのにそういうひどいなこと言ってるのはやばいよ。ドリンクメニューはコリアアルコール、クリアラ、コリア、クリ、ケリア、クリア、ケリア、ケリア生アルコール。なんか食べよう。うん、今待ってるよ。ほら、ちょっと長いライン、ライン長い。あ、ソフトリンクもあるじゃん。いや、ソフトリンクはちょっとね、飲みた。いや、もう太ったからソフトリンク飲むのはちょっとあかんかもね。あれ
れは食べたいよね。習ってたね。ちょっとメニューは欲しいって。やべ、いや本当に入れないその会話に。なんで俺持ってないの？メニューとかみんなメニュー持ってるんだけど俺すいません、ちょっと。パエリア、あ、パエリアか。あ、はい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 、パエリア。まあね、熱い気を。あれなんだっけ、ハマタペリア。いや読めないじゃん。やばい。見せろ。メニューがこういう感じかな。あれ食べたいな、これ。あのカニ入ってるやつ。うまそうだな。これください、これください、これください。ここどこなの？あの横浜のレッドブリックウェアハウスだよね。
たみんな見える？これどこで食べるの？やばい、なんか口がちょっと濡れてる。口が濡れてる。どこで座るのかな。座る場所ねえ。あ、え、家族、普通に家族と食べてるんだけど俺のこと知ってるの？なんか座る場所ない、なんかねえ。なんか買ったけど、どこで食べれるのこれ？ここでいいんですか？どうしよう、ちょっとここでいい？ここら辺食べれる？食べいいといいんじゃない？じゃあここで食べましょうか、とりあえず。うわ、ちょっとパンツはいいよ、なんかパンツは白なんだけどね。よし、これね、なんだっけ、パエリア。なんかあれだね、汁物を作ればよかったね。え、なにこれ、うまっ。え、これカニ味噌らしい。味噌、カニ味噌とみんなあん、あん、飲み物、飲み物はね、そうですね、そうですね、みんな後で買います。みんなほどいてくれ。
ところ、これうるさくてもいいですか？誰も借りないですね。でした。バッグはよし、飲み物なんか飲みたいな。ドリンクバス、ドリンクブース。ビル行こう。ビルはさ、飲みなく。Para la noche, デザートあるのかな？ここら辺。あ、寿司じゃん。寿司とか。飲み物。いや、ビルだけか。いや、本当にビルだけじゃん。コラとかビルとか。やべえ。あそこらへんは。
そこら辺飲み物あるらしい。みんな、俺の名前はさ、デルロサリオだよ。スペイン語の、スペインの地が入ってるよ。普通に。あ、よし、ある。あるあるある、飲み物。あ、やばい、長。ダークモカチョコレート。やばい、ダークモカチョコあるんだけど。もしかしてあれか。俺のずっと探してる飲み物。いや、熱っ。なんかさ、なんでコメント欄に。なんか見えてる。こういうイベ、こういうなんかイベントが行くなら楽しんでよ。おん、あ、What the f- 楽しんでくれよ。踊ってくれ。切れろ。いや、そんな必要がない。ただのなんかこういうみたいな楽しんでるのを見たくないなら配信から抜けて。お前いらない。ポルケ飲んでくってでんてイエイエポルテコンデネテデンイエイエ。いや、知ってるスペイン語の曲あんまりないな。デスパシートしか。デスパシートかあれだけかな。いや、暑っ今日マジで。何も知らないな。デスパシートとか、デスパシート、キョレレスペラドケレ、それとか、多分結構わかんない。ボードない感じ。エロい曲。うわー、飲み物、飲み物だけの顔のちょっと長いな。時間かかる。人多いよみんな今日。見えてる？今日。ベンディングないの？あんまないな。え、でも俺もダークモカ、ダークモカちょっと気になる。どういう味とか。あっちからこっち行きました。このクソアチのにコーヒー飲むんか。いや、コーヒーじゃないこれ。コーヒーじゃないよそれ。寒そう。いや、ビーフ食べてないよ。まあ、食べてみようかな。もうラインって言ったからね。もういたから、やる、食べるしかないか。食べるしかないか。
バットドリンク、はいはいはい、まあまあまあそれはそうだよ。日本を頼みしたの、タイトル見てるみんな、日本を楽しみたい男、日本を頼みしみたいならいっぱい食べるよ、そんなもんだよ、日本頼みしたいってこと、そりゃそうだよ。飲もう。おい、死ぬほど酒飲みま、やめますって言ってるんだけど、まだ言ってるんですか。え、すごくかわいい。え、スペインのなんかトラディショナル服みたいな感じ。え、もしかして俺違う、俺違うラインに入ってるんですか。俺ちょっと待って、これあれ別々だか、左側ちょっとあそこだった、このダークモーカーのやつ、めちゃくちゃなんか待ってたのに、くっそ、 What the fuck、 みんなスペイン語の曲していますか。俺ってさ、スペイン語めっちゃかっちゃ楽しいよね、スペイン語の、あの曲なんか踊いてるデスパシートしか知らないの。テレレレレンテ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 ン、オイエーテンテネネネネテネテンテネンテンテン、テルエスパラトエコー、オタニでした。何がレスパシートってデスパシート、ケヨレスペラドケルデスパシート、I just wanna hear you sing la bendito, I can move forever when no sense to lingo、パシートパシート、パベサベシート、トロパモペガンド、ポキトポキト。マジで？あ、俺の首がちょっとね、燃えてるじゃん。後ろ首、 Holy shit、 やつっ、何してんの今ね、ビーフホットサンドコビエックス東京キッチンオハナ and チョコレートクランチドリンクのために入っています。水飲め？水ないな。
多分あるどっかにあるけど、まだ抜けたくないこの場所は。ユリスシップ、ユリスイペイしてるか。昨日からしてた、知ってきた。あ、あれか。テンマカレナマカレナマカレナテンマカレナ、あれスペイン語だよね。長文のスペイン語だよね。やばい、ハマってる。ハマってるというか、だるいよね。お互い愚痴やってるからさ。言ったじゃん。何それ、え、知らないのそれ、え、その教訓知らないのはちょっとおかしいな。ヘイマカレナマカレナマカレナ変な、あっか、なんだっけ、誰だよ、そのシャキラ、シャキラの曲、あのね、シャキラの曲結構スペイン語が入ってる。あ、いや、またミスった、みんな。いや、本当にミスった。ちょっと、抜けます。ちょっと待ってね。みんな、ちょっと、わかりました。右のラインは、もう勝った人たち。マキャオ抜けます。マキャオ、やばい、口がクソドライになってる。ラヒターナという会社ですね、まあ、スペイン内、まあ、国外の全国、世界的にも一番二番を争う結構販売数を保有しています。ぜひこの後ですね、パエリア、まあ、他の食材もいろいろで、パエリアにしろ、アヒージョかとかいろんな食材がありますけども、まあ、そういうことをつまみにですね、シェリー酒を飲んでいただければいいかなと思います。でここでですね、先ほどちょっといいことがあるかなって言ったもので、何かやりましょうか。シェリーのクイズを、3問させていただきたいと思います。はい、先ほど、まあ、短いですけど少しお話しさせていただいた中で3問クイズを出しますので、シェリーに関する、そうですね、はい、シェリー氏、クイズに答えて正解者の方にはですね、このハーフボトルをラヒターナ社が、さっぱり海塩気のあるラヒターナのマンサニージャですね、これをプレゼントさせていただきたいと思います。では第1問です。はい、シェリー酒、我々は日本人がよく言うのシェリー酒っていう言い方をしますけれども、まあ実際現地、ね、現地のスペインでは何て呼ぶでしょうか。はい、まだです、まだ1番シェリー、2番ヘレス、3番ヘレス。さあ、スペイン、実際アンダルシアでは何て呼ぶでしょうか。分かった方、青い帽子の方、ピンポーン、ヘレスですね。はい、ヘレスという言い方をします。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。
で次何をしましょうか。ビルもらったじゃん。ですね、まあ、シェリー酒いろいろタイプがありますけども、先ほどちょっと説明させていただきましたけど、大航海時代にはその、まあ、酸化熟成していくんですね、まあ、時間とともに。で琥珀色のウイスキーのようなものになっていきますけども、まずシェリーというものはどういうお酒なのか、さっきちょっと説明したからしてないかもね、これ難しいかもしれないですけど、シェリー酒とは一番ワインである、2番ウイスキーである、3番ブランデーである。分かった方手を挙げてください。一番早かった男性が手を挙げさせられてますけど一番ピンポーン、ワインです。はい、シェリー酒はワイン。じゃあ俺もありがとうございます。まあ、シェリー酒が生まれたその土壌ってその大航海時代、その赤道とか通る船の中で長旅するわけですね。でその中で普通の当時のワインだと結構劣化しやすかったので、まあ蒸留酒なんかを加えてちょっと劣化しづらいものっていうのを作り始めたのが、まあシェリー酒とかポートワインとか。最後頑張りましょう、はい、じゃあ第3もう一問だけね、特別ですよ。もうすでにありますけど第3問、隣のブースで販売させていただいているシェリー酒の、ラヒターナっていう会社のものなんですけども、その中で今販売しているものは何でしょうかっていうものですね。はい、まず一つ目、一番がオロロソ、2番がクリーム、3番がマンサニージャ。さあどのタイプでしょうか。はい、分かった方、後ろの方負けた、負けた、みんな、はい、日本語は晴れません。マンサニージャ、日本語は晴れません。はい、大正解です。日本語は分かりません。オロールって言って酸化熟成をしたものですね。それ今イギリスなんかで流行った。日本語分かりません。ちょっと結構そのデザート感覚で、これ一番今これから去年めちゃくちゃ暑いですけど、この季節にね、これからの季節です、いや、なんか飲みたい、やべ。ちょっとコンビニ行ってみるわ。コンビニある、ここら辺。コンビニあるかな。フレッドウェアハウスってなんか飲み物ある？入っていいかな。なんかどっか落ち着くところで、へえ、こういう、なるほど、そういうことか、そういうことか。毎年してんの？昔すぎて違う店かも。なんかさ、横浜ウェアハウスのなんかミュージアムみたいな場所だと思ったんだけど、なんかいっぱい店が、モールみたいな場所じゃん。店とかいっぱいある。カオチか、いや他の人を映さないように。なんか誰かが切れたら